シカサポチャンネルの弟です兄です兄す今日は J1 リーグ14節浦和レッズ対鹿島アントラーズの感想となりますまた後半では今週になって新たに入った情報をもとに声出し応援についてより詳しく話したいと思いますあの先週と同じとかは言わないでください一応また今週になって新しく入った情報をもとにやっていきたいと思いますんでお願いします試合の結果なんですけど1対1のドロー。 うーんよく耐えたドロー納得のドローっていうのが僕の意見かな負けなくてよかったもちろん悔しさはあるけど終盤の猛攻を考えるとよく耐えたな、まあ、僕個人としては、まあ、前半勝負の鹿島後半勝負の浦和っていう感じだったかなって思うんだというよりはこっちがこうだんだんガス欠してきたじゃなくてもともと向こうは後半狙いだったまあそれいろいろ加味して うーん浦和は後半勝負だったんじゃないかな前半はこっちが結構いい出来だった特に最初の15分20分はただ後半に時間が進めば進むほど俺は浦和の方が押してたかなっていう印象あったなこっちもチャンスなかったわけではないんだけどね結構惜しいとこまで行くのはあったけど結果入んなかったし向こうの攻撃もまあ防げたとまあ妥当は妥当だね引き分けまあここからは時間別で 気になったシーンを言ってこうかなって思うけどうん、うん、まあやっぱりまずは6分の先制ゴールかなテクニック十分の回帰のボレーうんまあうまいよねってまあ決めて当然だよねなんだけどななんんで君そんなに厳しいの <laughs> あんまり俺は <laughs> でもまあ嫌いなんすか嫌いなんすか、見せてくれたねっていうゴールであのゴールでやっぱりチームとして楽にはなるんだろうし何より浦和さんがなんか厳しくなっちゃったのかなっていう感じかな。 あのゴールでまあ、今日も勝てるいつもの調子だっていう感じにはなったんだけどね入りは良かったのよでそこからはまあまあ飛んで前半の終了間際の PK のシーンまあ納得かな納得まではいかんけどね俺は納得まではいかんけどまあ打倒というか取られてもしゃーないなーぐらい、うん、しゃーないよねうん。 取られるべきまでは言わんけどねこの PK 自体はね、まあ、取られてもしゃあないぐらいでそこまで気落ちするもんでもなかったしその後の赤席が落ち込んでるというかうプレーに気落ちしてるようにも見えなかったから、ね、これ自体はもうスパッと切り替えちゃっていいとは思うわたまにはこういう失点も年間通してやってりゃ1点あるよねぐらいのもん,ん俺が気になったのは52分のシーンかな浦和の33番の江坂たる選手がドリブルで凝って こっちの右サイドか裏側からしたら左サイドを攻め上がってきたところを常元が全力で戻って体をぶつけてボール取り切ったやつ、うん、で泉にパス出して泉がちょんとジャンプしてかわして前線に送るやつなんだけどそのまんまシュートに持ってくっていうん、うん、今日常元抜群に良かったと思ったこれ見て泉も良かったけど。 いよいよほんと泉選手良くなってきたよねっていう攻撃面でさこの常本と泉のプレー見てさリクシルスポーツでいつの回だったっけあの樋口選手が鹿島の練習に来てこれがほんとの球際なんだって言ってたやつをこういうのがそれなんかなと思ったフィジカルでただ体ぶつけて外にボールをクリアするんじゃなくてさ技術も含めて、うん ボールを外に出さまあでかければでかいなりにマイボールにする技術もあれば小さい選手だったらうまく相手のこうなんじゃないかあ,あなんじゃないかをかわすっていうのそういうのだよねひらめきも技術だし、うん、相手の精神を操るのも技術だし、うん、ただフィジカルだけでぶつかって勝つのだけが球際じゃねえんだぞっていうのをここのシーンで思い知らされたええー 一番今日の試合で気になったかなって思うのは69分のシーン、うん、あれあ<の>正直に言うよーあ,のコーナーあのコーナーキックうんあの常本が倒されて幻のゴールに終わったやつ秋元選手のね浦和の、うん、正直あれゴールじゃないいや正直ゴールじゃない完全にファウルですよ秋元選手は直接はファウルとかではないけどその手前の 常本選手と浦和の選手えっ、ー、と岩波選手かな4番だからうん、うん、が岩波選手が常本選手を倒したからなんだよねうんうん正直あれくらいって思っちゃうんだけどまあファールにならないこともあるけどまあ今回はファールになったぐらいいずれにしてもゴールが認められるべきだったんじゃないかなって思うんだけど認められるべきとは思わんな認められることもあるかもなぐらいで。 それと試合のラスト2、3分。ここはもうよく耐えたわ、ほんと。去年までだったら耐えきれなかったんじゃないかな。やっぱ去年と比較しちゃうけどね。やっぱ俺もそう思っちゃっても、去年だったら耐えれなかったよなーって。この試合のほんと、一番ヒヤヒヤした部分というか、今シーズン一番ヒヤヒヤしたわ、この2、3分。ものすごいこう死闘っていう感じ。バーに当たって跳ね返ったとかも含めてラッキーもあったけど、ほんと守備陣全員体張って頭使って、最後の最後耐え抜いた。 まあ冒頭でも話したけど、やっぱり収穫のあるドローだったっていう感じかな。チームの成長、選手個人の成長も感じ取れたしね。まあそうだね。うん。負けなくてよかった半分、勝ちきれなかった半分だけど、勝ち点1取れただけでもまあいいか。 それじゃあここからはピッチの外の話ですが、えー、今回も前回に引き続き声出し応援の話となります今週になって6月11日の YBC ルバンカッププレーオフステージ第2戦アビスパ福岡戦が声出し実証実験の試合に選ばれましたこれはまあ J リーグが鹿島なら大丈夫という風に見てもらったということで大変光栄なことではあると思います、うん、初めて2回連続で同じテーマだね いやこれ決してねあのネタ切れっていうわけじゃないんですよネタ切れじゃなくてですね今週に入って新たな動きが出てきたんでもう一回改めて話してみたいなと思うこと,ということでそもそもの前提として僕兄貴の方は夏に声出し応援を再開するっていうのは反対なんですよ声出し応援自体はいつかはやりたいとは思っているんですけど夏にこれを再開するっていうのはねマスクした状態で90分ちゃんとやるの相当きついよ。うん まあでも俺は73ぐらいで賛成かなこの時期っていうのも踏まえてもああ期待したいうんやっぱやりたいって思うじゃんまあそれに今年は前倒しっていうかもうどんどんワールドカップの都合で試合をこなしてるじゃんから、うんうん、もうこの時期にやっとかないとっていう感じもあるんじゃないそうそれなんすよ 今年はね日本のサッカースケジュールが前倒しでやって早く終わっちゃうのよだから春にやれなかったっていうことはもうそういうことなんですよ、うん、春から再開できなかった以上もう秋にちょこっとやってあとは来シーズンみたいな感じの流れになるかなって思ってたんだよね、うん、そこをちょっと早くして夏にやってくるとは思わなかったま正直俺は この最初に声出しをやるっていう話が出た時点で、うん、どのチームも,もうこの試合に全部この説にやりますっていうふうにやんのかなって受け取ってたんだけど違うんだねいやーいきなり全部やんのは怖いっしょ特にあの首都圏1都3県あたりはなんかうっさそうじゃん,ん万が一問題が起きた時さでまあ一つ代表してアントラーズってわけなんだ、うん、いや鹿島なら別に問題起きても大丈夫とかそういうわけではないんですよ ただまあなんか聞くところによるとサポーターみんなみんなマスクしてるすごく優等生クラブみたいな感じなんでしょそうそうそううんマスク着用率が高いし鹿島なら大丈夫だろうと J リーグ側に思ってもらえたんだからまあいいことはいいことなんだわ。まあそれにそこそこ首都圏のサポーターも来てくれるしって感じうん北関東でちょうど一回やってみましょうかっていう感じなんだと思う。 で一つ J1 を代表してアントラーズってわけだねそれで声出し応援エリアの設置なんですけど前後左右斜め斜めも空いてるか一人サポーターがいてうんその四方八方は全部空いてるような感じ左右一席空け前後一席空けの排席これは思ったより配慮してるというか 先週の段階ではもうちょい密にやっってくると思ったんだよね収益の関係上さうん思ったより開けてきてるから結構安全かもしれないなと今週の段階で思うようになってきたわいい感じ、えー、飲食は声出し応援エリアは食べ物はダメ酒もダメソフトドリンクのみオッケーうんまあ熱中症だもんねあこれ結構頑張ったわ ソフトドリンク通してくれただけでもありがたいわ。うん。本当はドリンクもやめたかったと思うんだけど、それやっちゃうと本当熱中症怖いもんね。あと海外サッカーの応援スタイル。ノーマスクの超密大声ちゃんと。あれを羨ましいとは俺思わないんだよな。まあ、俺も思わない。でってそこにアルコールとかハグとかでしょああ、そういうのもあるね。あれをみんなやりたがってんの 俺 J リーグはああこうじゃなくてよかったなって思ってる方なんだよな。俺もそうだね。やっぱ怖いってなっちゃうよね。あれもうコロナは怖くてスタジアム行けるかベラン目え状態じゃん。俺あの状態だったらスタジアム行けねえわ。それから今回の実証実験がうまくいけば8月中には希望クラブで声出し応援をしてもいいですよという話にするらしいんだけど。うん この希望クラブっていうのがね、もし自分の応援してるクラブがさ、こう、声出し応援、うちはダメですよって言ったとしても、これはもう文句言えないと思うんだよね。なんでうちだけダメなんだよってサポーター側は言わないでほしいというか、俺がクラブの社長だったらさ、あの、やんないもん。うちはダメですよって少なくとも夏の間は言うよ。特にこう、地方のクラブだとさ、 あそこに行ってコロナが出たみたいな話題になったらさ評判ものすごい問題になるのよこれ絶対やんないところは出てくるだろうけどそれを悪く言うのはまずいよねどの,クラブどのクラブもやれるわけじゃないことなのよこの声出し応援って今度の試合はあれっしょ普段来ない,いろんなメディアがさチュームから来て注目されるじゃんもういわばあれじゃん J リーグ全てのゴール裏を背負った声出しそんな感じだと思わんうんまあ ただとあるシカサポの方がつぶやいてたんだけどあもうその声出しに目を向けて鹿島の勝利を忘れちゃダメよってほんとそうだよね目の前の一戦だよね今日はねあのどこのチームのサポートは言いませんよ言いませんけど J リーグ各地でそのまあいろいろと声出しとかねサポーターの揉め事とかねそういうのがあったみたいなのでうん。 とまだもうちょい声出し待ちましょうよとそういうのは思ったんだよねまだ臨床実験が始まるって言った段階だよねってそうそれを言ったことによってああもう声出し間近なんだやっちゃえみたいな雰囲気にちょっと緩んでねんみたいなのは思ったんだよね今日 J1J2 問わず各地でそんなことがあったらしいのでそれこそ2年前の夏なんてさ 声が出せなくてもいい、旗が触れなくてもいい、ただ J リーグが再開してくれるだけでいい、試合が見れるだけでいいって状況だったじゃん。もうお客さん入れないだったかなうん。もう一回あの頃の気持ちを思い出して、試合に臨みましょうというか、ねえ、そういうことですよ。というわけで、この動画はここまでになります。今回もご視聴。 していただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。ぜひともよろしくお願いします。お願いします。